影信山の中腹の畑で開かれた収穫祭は、河野町上川地区振興協議会が20年ほど前から開いています。いっぱい取るぞ。ああ参加者は1本100円でトウモロコシを収穫できます。今年は7月の高温や小動物による被害で小ぶりで収穫量も少なくなりました。訪れた人たちは20センチほどに育ったトウモロコシをもぎ取っていました。どうですか、取ってみて。楽しい。一番美味しいのこれ。どんなにして食べますか。バーベキューで食べます。いっぱい取れたよっていっぱい取れたよって見せてあげて。トウモロコシ収穫祭は来年も開催するということです。